季が2ゴール。オランダで今季9ゴール目。1ゴール目は自ら獲得した PK を決める。2ゴール目はクロスをヘディングで決めた。小川航基うますぎる。絶対浅野の枠小川航基でよかったよな。上田綺世の控えは小川航基が育つのが理想かな。森安さん、ここに高さがあってフィジカルも強いフォワードいますよ。 J2 で年間出場時間300分ノーゴールだった3年前から華麗に復活成長したな。代表だけじゃない欧州組頑張ってるよ。ナイス小川2ゴール、マンオブザマッチおめ。やっぱり小川航基呼ぶべきだったと思いつつ、人を変えても戦術や采配がこれじゃ変わらないだろうな。 NEC ナイメヘンは S の方崖がして小川航基さんが定着し始めたあたりからチームとしても上り調子な感じがする。ほとんど負けてないのでは。上田と同世代でユースの時は S だったし、フルでも上田としのぎ合って代表のセンターフォワード問題を解決してほしい。小川航基みたいね。代表で